踊りそうになっちゃう子は。覚えること多いのって多いよ。もう多分今月末とかには話してるんだろうけど、運指の今ね、覚えるもののね量が半端ないと思う。早く知ってほしいぐらい、聞くほど覚えることある。なんだこれって思うぐらい覚えることがあって、早く話したい。こんな毎日なんか踊りを覚えるっていう久しぶりかも。こんな膨大な量の、頑張ってくださって頑張る。この後も振り起こしというか歌を覚えてきます。髪乾かしな、そう、人に指示を来た際ね、明日は久しぶりにお話し会があるんで、お話し、そう、お話し会だって、いつぶりもにしよう。お話し会っていうか、あのオンラインお話し会は2月か。そうだよね、めっちゃ久しぶりのオンラインお話し会なので、そうです、今のどうしても君が好きだでは初のオンラインなので、そうなんです、楽しみです。そうなの、一部からって、そう、大西が恐れていた一部から、恐れていたんか。じゃあ早起き苦手なんです。そう、だからいつもね、2部とかさ、3部とか分かんないけど、そのぐらいだったじゃん。でもじゃない、10時ぐらいでしょ。え、1部明日、え、違う、せやな、10時からやんなって考えたら、なんかもっと音声早いもんかと思ってたから、まあ、10時からならまあまあまあ、まあまあまあと思って、そう、なんかもっと早い、なんかさ、お話し会じゃないや、握手会とかのさやつで大西考えてたから、握手会の時ってマジで7時より前に起きて準備しなきゃ間に合わない、6時半とかなんかそんぐらいに起きてた印象があったから、めっちゃ早いのって思ったけど、違うかった。明日はだから10時からだから、まだまだまあまあまあって感じ。そうなの、でもまあ久しぶりの一部かな。でもオンラインはすごいありがたいことに、本当に一瞬で完売になってて、すごい嬉しかった、ありがとうございます。なのでオンラインはお店に久しぶりなので楽しみです。そう、どうしても君が好きだって、久しぶりに現地でのお話し会があるってなって、みんな現地にも
人気が殺到するんじゃないかと思っていたら案外そうでもなくオンラインの方がめちゃめちゃ人気だった。このオンラインお話し会ありがとうございます。みんなの予想をはるか裏切ったでしょう、この結果は現地解禁うわーってさ大西はなったかと思ったけど、ハリまあ現地の方もねたくさんほぼ完売してたよね。なのでありがたいことで、参加しやすいからね。まあそうなんだよね、遠征できない人もさたくさんいるじゃん、もちろんだけど、なんかこのオンラインお話し会があってこうなんだろう、いつも現地に来れてなかった方とこうお話ができるようになったので、いつも応援してるんですけど学生なのでまだ出てこらなくてっていう子たちっていうか方々とかもたくさんお話できるようになったので、それが嬉しい。私はオンラインお話し会好きです。あとこう、まあ、いつも現地に来てくださる方とかもオンラインとか撮ってくれることとか多いんですけど、その人の家だったり今どの状況にいるのかとか、たまにここ見てほしいからここからはあのやってるよみたいな、ここ湖だよみたいな、ここ山だよみたいなっていう景色見せてくれたりとかもするから楽しい。結局さオンラインお話し会もさ最初はさ結構批判の声が結構大きかったの、大きかったように大西は思うんだけど、握手できないはぁみたいなはぁじゃないけど握手できない、それって何が面白いの、ショールームと何が違うのみたいなそういうなんか声をよく聞いてたんですけど、やっぱりこうね現地も始まってオンラインもできるってなったらやっぱオンラインがさまあ割と人気じゃない。だからあれだよね、本当に何事も最初はさ批判からいろいろ入るよねって。そうなんだよ、だから慣れというかさっていうの大事だよね。オンラインもずっと続くといいね。ずっと続けないとダメというか、続けた方がいいと思う。オンライン、たとえこう握手会とかが始まったとしても絶対続けた方がいいよね。全部いいねって、チームなくなるのも批判多いけど将来的にどうなってるのかな。そうだよね、なくなるっていうかまあ休止なんだけどね、チームが休止になってさ、まあ8もこうだけど今度 AKB4 も全部さ休止になるじゃん。今はね、なんでなんだってメンバーもさ、ファンの方もさ、そう思ってる方も多いと思うから、そうだよね。またこれがちょっと伸ばしてから、あこれは良かったんだよ、なるかもしれないもんね。人の多さ、まあ
確かにな、卒業きっかけに、きっかけの一つにはなるだろうね。それこそチームメイトが休止したい、それを考え始めましたっていう8のメンバーももちろん多かったし、他のチームでもそうだし、辞めるメンバーも卒業するメンバーも多いけど、新しく入ってきてくれた17期18期もいるし、うんね、新しくどんどん新しく、ね、なっていくんだろうね、 AKB 自体が、AKB はどうなってしまうんだろう、どうなっていくんだろうね。でもなんかわかんないけどさ、もっともっとなんか個人が出ていくような気もしてるけどな、わかんないけど、今いろんなメンバーがさ、メディアとかに割と個人とかで出てたりするじゃない。最近すごくそれを見るのが多いな。AKB 以外のこうコンテンツにこう出てってるメンバーがすごい多いなっていうふうに思ってるので、もともと AKB って全員ほとんどのメンバーがさ、事務所別の事務所に入っててさ、それをこうバッバッてっていうか、まあだからこう個人個人での活動も多かったし、だからこそこう中にギュッて AKB がバッて集まった時にすごい華やかだったし強かったじゃない。だからね、また今こうチームが休止になって、今こう個人個人がいろんな仕事をして、今事務所に入ってるメンバーも増えたから、それでね、もっともっとこう集まった時の強さというか団結力というかがね、ドンってなるようになったらいいけどね。まあ多分チームをさ、こう休止するのもさ、まあ人数、まあ人数の問題もあるんだろうけど、多分まとまりが欲しいって思ってるような気がするから、森氏は上の人が、なんとなく、なんとなくっていうか、なんか、エイトの休止の時になんとなくそんな話をしてなかったような、してたような。なので。まあ、AKB48 でさ、すべてのチームに色があったっていうのも、もちろんめちゃめちゃ素敵だったけど、今一旦お休みをして、AKB 自体の団結力をね、上げたいのかなって、私はそういうふうに認識をしている。勝手にね、勝手に、わかんない、別に上の人に直接聞いたとかさ、全然私はわかんないけど、なんとなく時間が経ってそう思うようになった。だから多分ね、メンバーはもちろんだけど、ファンの方まで不安になっちゃってるっていうさ、この現状がさ、今はあれかもしれないけど、きっとここからまた数年ね経ったら、なんかあの頃の AKB みたいだなみたいななるかもしれないからさ、
そうなっていけばいいね。方が大人ですね。どうだろう。でも鬼もチーム8が休止ってなった時はもう全てを投げ出そうと思っていたので、まあ、時間が経ってゆえの考えよね、うん、この世の中は何なんだこのクスみたいなぐらいの勢いで鬼は荒れていたので、あの時そうですよ。だからその時はさ、俺はもうなんでなんでなんでみたいな、もうなんでどうしてみたいな考えしかなかったけどね、エイトの休止を知って発表されてコンサートして時間が経ったからこの考え方ができているっていう。そうなんです、明日は一部からだと朝は早起きなの。そうなのよ、10時からといえど女の子には準備があるっちゅうもんで、男の子にも準備があるでしょ。まあ準備があるっちゅうもんで、意外と早起きは早起きだよね。髪乾かさんの早く寝ないと。寝る。寝る。休み。よし、お休みしまーす。男女行くよ。男女のみんな行くよ。準備はいいか。アリーナー。男子。上司メガネラガン、コンタクト、今日アイス食べた人、もう今日お風呂入った人、まだ歯磨きしてない人、今ベッドにいる人今テレビつけてる人、今着てる服黒の人
え、男女いくよ。行きます。1位デンスケさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が今日い、僕の王子様に会いたいさん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチャットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバットマーク大西吉さん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がマークアンコードアットマークオータグ大西大地空挺団さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がよっちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位があっくん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が、KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位が黒島のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がかっきアットマーク大西軍七夕のお願い叶いますように、アンド明日初21歳さん、ありがとうございます。イエイ。おめでとう初。そして12位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がライオン丸さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとう。そしてタワーが2つかな。ありがとう。1位と2位の方って、ありがとう。じゃあ1位と2位の方読んでいきます。いきますよ。まず1位のデンスケさん、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 タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。かわいい。こんな宇宙のやつなんだね今。かわちい。ありがとうございます。イエイ。このずっとずっとこれでいい。大西いつものやつか、このずっと宇宙のやつがいい。これかわいい。今日までかな、やだ。ありがとうございます。そして続きまして2位の今日い、僕の王子様に会いたいさん、今日いさん、今日いさん、今日いさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。あ、そっか、これあれか、彦星様と織姫様ってことか。かわちい。ありがとうございます。イエイ。皆様も本当にありがとうございました。かわいいんだけど、彦星とさ織姫ってこの宇宙服みたいなのしてんの？宇宙で合ってるってこと？あ、これ酸素ないんだ。そうなんだ。それは大変だね。今日そういえば雨だった？雨降ってないよね。割と暑かったよね今日。ね、よかったね。七夕、彦星と織姫、おめでとう。無事会えたんじゃない？リア充メガ。いや、10名おめでとう。ということで。まあ1年に1回しか会えへんみたいやしな。しゃあない。どうしたるか。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？うん、でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃佳でした。今日も見てくださった皆様本当にありがとうございました。では、おやすみなさい。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ。